この鍋ね、買ったばっかなんで、油慣らしというなんか、作業が必要らしいです。なので、それをやっていきましょう。まずこれ全体を、洗剤で洗っていきます。はい、洗いましたと。これ大丈夫かな。じゃあ洗い終わったので、キッチンペーパーで水気を拭いて、完全に水気がなくなってから、油流しやってみます。一応、一通り拭いたんですけど、ちょっと若干水気が残ってるので、ちょっと乾かしてからやりたいと思います。はい、大丈夫そうなんで、油ならしやっていきたいと思います。まずこの火をつけますけど、めちゃめちゃ弱火で開きます。弱火で鍋に火をかけて、油は7割くらい、たっぷり入れるんで、足りるんか。ちょっと待って、これ足らんってことあるか。大丈夫か。ちょっと私今回初めてガスコンロ買ったんで、そんな中油注ぐのすげえ怖いですけど。いや、これ油がもう なくなっちゃいましたね。これ買ってこないと卵焼きできない。めんどくせえな。これでグツグツ沸い、グツグツっていうか、なんかゆらゆら沸いてきたら、数分そのまま鳴らすっていう形らしいですね。いやー、ちょっと緊張しますね。いや、これ使っちゃうか。うち集合住宅なんで、外に消火器があるので、万が一炎上騒ぎになったら、すぐ外出てね、消火器持って戻ってこないといけないですね。ちょっとこれ分かりますか？表面が若干シワというか膜みたいなのができつつありますね。ちょっとどのタイミングから数分待てばいいのかちょっと分かんないですけど、もうちょっとかな。こうお店の人に聞いたんですけど、銅製の鍋は、いや、鉄製の鍋は
から焼きっていうのが必要なんですけど、銅製は全然いらないらしいです。で逆に強火でガンガン火をかけちゃうとすぐ焦げちゃうらしくて、非常に繊細な料理器具だと。でまあ、結構真っ黒になっちゃったんですけどってお客さんが来ることあるんですけど、気をつけてくださいって何回か念押しされましたね。結構この鍋買うにあたってクックパッドとかで、まあ、卵焼き以外の料理も作れるのかなと思って調べてると、なんかアヒージョとか、まあ、そういうレシピも載ってるんですけど、まあ、それは多分鉄製じゃないとやっちゃいけないと思うんで、これ本当に卵焼き専用ですね。お、ちょっとふつふつと音がしてきました。これあ、いいですね。泡見えますかね、この角っこの方に泡がふつふつと出てきてますけど、もうちょっとしてから今油に浸かってない部分をキッチンペーパーと菜箸を使って油を塗ってあげるっていう作業が必要になるんですけど、菜箸が濡れてたんでこのまま油に入れると危ないですね。拭いて、いやこれ結構熱くなってきたな。いやこれわかんねえ。ずっと喋ってますけど、もう動画撮るのも初めてなんで、まあ、めちゃめちゃたどたどしくて、これ喋んないで後から頑張ってナレーションつけた方がよかったかな。カットカットでやっていくのがいいかな。いやーこれもう沸これもう沸いてるのか、スマホでちょっと調べようにも、今スマホで撮ってるんで、まあこのままパソコンの方に移動するのもちょっと怖いんで、もう噛んでいくしかないですね。もうちょっと早いのかもしれないですけど、キッチンペーパーで側を油を塗っていく作業をちょっと並行してやりたいと思います。とりあえずここからとりあえず5分ちょっと測って、これが沸いてる状態だと信じて、いやクソ怖い、いやーこれでも結構動画見て同じ作業してる人見てたんですけど、これ怖くないんですかね、みんなこうやって震えるんですけど
これ油こぼしちゃったらめちゃめちゃ燃え上がって鍋にも火がついて一発アウトですよね、これ多分。大丈夫か。うーわ、いやもう後悔してますね。やる、なんでこんな動画やろうと思ったんだ。いや、暑いし、あ、危ない。暑いですね。ああ、これ。ちょっとこれ。これは。あっと。まあいいのか。もうしっかりもう浸しといて。ちょっとこれ。そもそも入れた油の量が7割を超えてるんじゃないかという疑惑が。液体のこの屈折で、見た目7割なんですけど、これもうちょっともっとなんかタプタプになってる可能性がありますね。いやー、まあ、油断大敵なんでちょっと慣れてきたけど、最新のプクプクいってんな、これ。火が強すぎるってことあるか。あ、そうだ、これは内側銀色で錫でコーティングされてるんですけど、なんかずっと使っていくとだんだんこの錫が剥がれていって銅になっちゃうらしいです。その時は張り替えをお願いすれば、なんかちょっと安く、まあ、新品より安い価格で塗り直してくれるそうですね。でもなんか気にならなければもうそのまま使っちゃっていいらしいです。なんかどうしてもその錫でコーティングすると熱伝導率が銅よりも下がっちゃうらしくて、なんか内側も完全に銅の鍋もあるくらいだそうで。なんか私子供の頃、この銅のサビ、緑色の緑青でしたっけ、陸青でしたっけ、がすごい体に悪いから気をつけろみたいなことを教わってた気がするんですけど、だからまあ銅製の器具なんてあんま買いたくなかったんですけど、なんかそれがどうやら科学的根拠がないらしくて、まあ、別にその今の現代では害が、まあ無害だと言われてるそうですね。ていうか結構昔から、銅は問題ないっていうふうに言われてるらしいんですけど、全然知らずに、なんか10円玉触った時もなんかそのまま、まあお金触った手で物食べちゃいけないんですけど、特に10円玉触った時はなんか執拗に手を洗うようにしてたんですけど、あとアルミも、なんか一時期アルツハイマーのなんか原因になってんじゃないかみたいな話あって、缶の飲み物もなんかスチール缶にどんどん変わっていったんですけど、なんかあれもそんな根拠ないっていう話で、お、一体何を信じていいやろと。さあ、そうこうしてるうちに、まあこれ終わっただと思っていいかな。もう手も痛くなってきたし、これで終わったことにしたいと思います。で、この油がですね、なんかこの表面の汚れをこう浮き出させてくれるらしくて、だからこの
油ならしに使った油はちゃんと破棄してくださいと、これもお店の人に結構念押しで言われて、あの買った鍋のなんか説明書にも書いてましたね。なのでなんかこれ再利用されてる方もなんかいるっぽいんですけど、私はもうこれ捨てちゃいたいと思います。ビシッと火止めました。さあどうするんですかこれ、一回置いてちょっと鍋に移し替えて一旦火なさせますね。さあちょっと、はい、これこれこれ、よいしょ、一旦鍋に避難させて、冷めたらちょっと破棄します。なんかスチール缶とか、うわこぼした、ちょっと待ってマジでやばい、やばい、こう下が油こぼれちゃったんで、まあだいぶ冷めてたんで火事の危険性はないんですけど、ちょっと電源コードも油が浴びてるんで、まあちょっとどうすんだろうちょっとこぼれたんですけど、まあ、ちょっと見なかったことにして先にやることやっちゃいますね。油流し終わったんで、ちょっと急ぎます、薪でやりますけど、まあこの油をきちんと拭き取ると、まあ、ちょっと汚くなってしまった油を拭き取る、拭き取った後はもうなんか洗う必要もなく卵焼きを焼き始めていいらしいんです。もう今下で下にこぼしてしまった油のどうするかで気が気じゃないんですけど、なんか心なしか足元が熱く感じるし大丈夫、ああいやー慣れんことするもんじゃないですね。いや買ったばっかのガスコンロがちょっとこういうのなんかすごいテンション下がるんですよ。いや、まあ仕方ないですね。いや、本当大事だなって良かったですけど。はい。ちょっとね、オッケー。まあとりあえず、アプラならし完了しました。じゃあ。ちょっと床にこぼしてしまった油を片付けて、で油なくなっちゃったんで、まあ、それ買いに行って、もうその後ですね卵焼き始めていきたいと思います。やりたくないです。いやもうつるつるにしてる。